島野さんの今年の一押し教えてください、はい、小型超小型、電動リール、はい、フォースマスター400番です。おー、本当に小型ですが、これはどういったものなんでしょう。はい、これは非常にコンパクトに作りまして、強くて軽い、CI4 プラスという、新素材、シマノの、新素材を使いまして、それぐらいで軽量化させていただいています。目標、自重の方は、390g を予定してまして、まあ、従来の製品から約 70g 軽量化に成功しました。でもこう狙えるものはやっぱ変わりなく、はい、でモーターパワーは、従来通りで、特に、は、パワフルな巻き合いが、できるようになった、できるようになってます。うわ、それはすごい。ちょっと持たせてもらっていいですか。はい、どうぞ。はい、あ、本当に軽いですね。全然このモーターがついてると思えないぐらい、はい、本当に軽いですけど、本当に軽いリリースしています。強度もかなり、はい、強度もしっかりと、はい、強い製品に仕上げています。あと他にも特徴ございますか。あと特徴的なのは、はい、片手で操作ができるようにしています。片手でモーターの巻き上げが、クラッチを切って戻してレバーでの巻き上げ、まあ、ここにレバーがあると、ついつい触ってしまうようにも思うんですけども、普段まあ親指の置く位置はまあ大体この辺りにあるので、やっぱり意識しないと持ってこれない、そういった配置にさせていただいています。また、まあ、僕の方は小さい手なんですけども、まあ、小さい女性の方でも届くような位置、まあ、小さい理由だから、まあ、できる、そういった配置にさせていただいています。これはでも本当に手が小さい女性でも片手でできるので、はい、片手で軽い理由で開けることができますもんね。はい、